ジョン・ H ・ストロンガー・ジュニア記念クック軍病院は、アメリカ合衆国のイリノイ州シカゴにある、公立総合病院。クック軍保健病院機構の機関病院である。また、ティーチングホスピタルでもあり、同式地内には、ラッシュイカ大学シカゴイカキャンパスが存在する。公立、教育病院、大病院であり、健康保険を持たない患者も分け隔てなく受け入れる、ことから、 低所得者層の駆け込み寺的な存在となっているという。救急外来受診者は年間11万人以上、小児科救急は4万5千人以上にもなる。スタッフドクターは300人以上、レジデンシー及びフェローは400人以上いる。1901年に創立され、ハリー・スタック・サリバンがシカゴイ学校時代に本病院で研修をしたと言われている。休館は、 ロマネスク様式で市民に親しまれていたらしく、シカゴの名所や祭りを散りばめた映画である、逃亡者でも、主人公が潜伏して、真犯人への手がかりをつかむ場として登場している。ドラマの、ER 緊急救命室が日本に紹介された。当時は、シカゴの国クッ軍病院が舞台とされていたが、その後この設定は撤回されたらしく、カウンティ総合病院という架空の病院が舞台という、 設定に変更されている。しかし、キャロルが患者を探して、病院の敷地外に出るシーンなど、病院の外観が映るシーンでは、クック軍病院の外観が使用されている。ただし、救急外来の間取りは大きく異なっている。ありがとうございます。